一般合格率 23% という狭き門である大宮国際中に塾生のおよそ 40% を進学させるピザ塾。読解力や思考力といったピザ型学力を生徒が主体的に学ぶことによって引き出していくのが特徴です。人っていうのは様々なところで使える勉強の質だと思います。今回ピザ塾のガイダンスがあるということで埼玉会館にやってきました。会場の時間となり多くの人が中へ入っていきます。それだけ期待されているということですよね。何か不安に思うことはありますか？面接試験がちょっとまだ英語とかが苦手なのでそこの部分がちょっと不安です。今日ガイダンスを受けるときに何か楽しみにしていることはありますか？やっぱり夏休みはだらだらしちゃうところとかあるのでそういう勉強方法とかそういうのは知っておきたいですね。ピザ塾教務主任の石川と申します。この3つの適性検査とあとはコミュニケーション力や、表現力を問うような英語の試験というのが課されていくんですね。ガイダンスがスタートしました。先ほどまでは学校ごとの試験傾向や対策の話がありましたが現在他の塾のガイダンスでは見られない風景があります。ゆかいさん何だと思いますか？他の塾のガイダンスとは違う光景なんでしょう？光景ですか？難しいな自ら発表する。お、うん、生徒の皆さん準備はよろしいですか？はい、では3分で測って解いてみたいと思いますので真剣にチャレンジをしてみてください。ではいきます。よーいスタート。正解は来場者へ問題を出すことです。ただ説明をするだけではなく来場者に問題を出す、そして来場者とやり取りをする、ピザ塾独自のスタイルですよね。どうでしょうか？ちなみに解けた自信がある人はどれくらいいますか？はい、お、素晴らしいですね。初めて見るテーマの問題や高い読解力を要する問題、さらには多彩なタイプのデータを分析してそれを数として認識していく、こういった問題に早いうちから慣れておくこと、その対策をしっかりと積んでおくことがまず一次試験突破の鍵になってきます。一般的なガイダンスでは先生や大人が話すことが多いのですがピザ塾ではなんか模試とかいろんな成績で差がつく原因ってやっぱり今までいかに基礎をやってきたかっていうところで、やっぱりそのスタートラインが違うっていうのは受験勉強を始めるにあたって相当大きくて、まあ巻き返す子もいるんですけどやっぱり最初に基礎をやってみんなよりスタートラインを前に持っていくってことが重要だと思います。基礎っていうのがなっていないと応用問題でつまずくことがとても多く、でも逆に基礎っていうのができていると応用問題簡単に解き方が解けなくても基礎から少し考えて解くっていうことができたりとか、基礎っていうのは様々なところで使えるっていう風になっていくので、できているっていう風に思ってももう一回基礎に戻ってみて勉強してみることが大事かなって思います。なぜこのような取り組みをされてるんですか？このガイダンスの目的っていうのが子どもたち自身のモチベーションを高めていきたいっていうところを目標にしていまして、まあ、そうなった時に入試の情報をただ伝えるガイダンスだと親御さんはこう満足するかもしれないんですが、子どもたち自身がモチベーションアップにつながるのは難しいかなと思っていまして、そうするとやっぱり実際受かった先輩が話す言葉の方が、まあ、重みがあるのかなというふうに思ってます。私は大宮国際にすごい行きたいっていう気持ちがあったんで、ここでここの D 判定で諦めても AB 判定には追いつけないし、ましてや大宮国際に受かるわけがないので、もう勉強をとにかくするしかないって思って諦めないで、はい、やりました。受かること受からないこと差ってさ、ズバリ何だと思います？勉強の質だと思います。勉強時間っていうのもとても大切なんですけど、例えばじゃあ
問題がたくさんあって問題バーって解いたけどそのまま丸付けしてませんとか丸付けしたけど答え、間違ってたとか答え写しただけっていう感じだと結局やった気になって量は増えるけど自分の力には全くなっていないと思うのでそれだと意味がないんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ今日ガイダンスはどうでしたか？結構先輩とか の勉強法とか結構参考になってもうやる気出ました。お母さんどうですか？親子で聞けてモチベーションアップにつながりました。はい、とてもやる気が出てこの後頑張ろうかなと思いました。先輩たちの話でこれ勉強になったなって印象に残ってることありますか？夏期講習とかのその後の勉強法とか勉強時間について結構私今悩んでたりしててそこでその先輩たちの話が聞けたことはすごいいいことだったなって思ってます。なんか生で実際に学校通われてるお子さんの話とかが聞けてすごく参考になりました。これから受験を迎える後輩たちに何かメッセージがあればお願いします。今やってる勉強は絶対受験に失敗しちゃっても絶対に今後のためになるので頑張ってほしいですね。なんか先輩として登壇しようと思ったきっかけはあったんですか？今までそのガイダンスだったりとかっていうのを先輩方がやってるところを見てああ自分もこうなりたいなみたいなすごい憧れっていう部分が大きかったのでぜひということで今日何かこうモチベーションを保つための工夫があれば教えてください。志望校に入りたいっていう気持ちが一番のモチベーションになると思うのでなんか例えば大宮国際中のホームページを見てみたりとかそういうのはモチベーションに続くんじゃないかなっていうふうに思います。何かピザ塾で学んだことが今の学校生活で生きてるなって思う瞬間とかありますか？ピザ塾だと大体その記述力とか読解力みたいなその知識と違うことをやっているので学校でも同じようなことをやってて例えば国語だったら自分でテーマを決めて練習するとか文を小説から読み取るみたいな練習をするときにすごい役に立っててみんなよりできてる感じがするというかそのよく読み取れて楽しいなと思います。これから受験を迎える後輩たちにメッセージをお願いします。受からなかったらどうしようとか友達と離れ離れになったらとかそれを逆に力に変えるっていうこと例えばそのできてない自分がみんなよりできてないっていうことを逆に勉強してやるっていう意識に変えるっていうことができれば絶対その努力は力になるし受験の後も役に立つと思うので頑張ってプレッシャーを乗り越えてほしいと思います。その実際に今日登壇しようって思ったきっかけって何かあったんですか？私が受験生だった時にさまざまなガイダンスがあって自分のモチベーションっていう風になったのが先輩方だったので今回は自分がその立場になって受験生の人たちを応援できたらなって思って登壇しました。実際に今から受験生になっていく後輩に向けてメッセージがあればお願いします。はい、今さまざまな壁があってそれを乗り越えるのすごい苦戦すると思うんですけどそれぞれの努力っていうのはこれから先いろんなところで生きるものだと思うので引き続きが受験までそしてその先まで頑張っていってほしいなって思います。ピザ塾は普段の会話、勉強、ガイダンスいかなる時も生徒たちの伸びようとする力、良くなろうとする力、自立しようとする力を引き出そうと考えています。小学生の子どもたちっていうのは強烈に憧れを抱くんですね。でその憧れというのが子どもたちにとってのこう一つスイッチになってそこから勉強をしっかり頑張っていくようになります。ピザ塾としての誇りを教えていただいてもいいですか？はい、受験塾なので合格率っていうのはしっかり出していきたいと思ってますし、まあ、この高い合格率をキープできているっていうことは、まあ、私たちが自慢に思っていることです。でただやはり一番はここに通っている生徒ですね。本当にうちには素晴らしい生徒がたくさんいてでその生徒たちも実は小学生中学生の頃先輩に憧れてでその先輩に教わることで後輩がまた先輩みたいになっていくっていうその先輩から後輩にどんどんそういうバトンが引き継がれていくようなそういう環境を提供していけてるっていうことが、まあ、私たちが一番大切にしていることです。